山形大学医学部、大学院医学系研究科。山形大学医学部は、国立大学法人山形大学に設置されている学部の一つであり、大学院として医学系研究科が置かれている。両者は一体となって運営されており、本記事では合わせて記述する。戦後の高度経済成長の時代を経て、県民生活においても、両的。 質的拡大は図られたものの、その一方、山形県における医療問題、医師不足は深刻な状況となった。そこで、1968年、当時の一県一位大構想を背景として、山形県に山形大学医学部設立準備委員会が設置された。翌1969年には、県、県議会、市町村、道議会など行政体を中心とする。 山形大学学部設置促進規制同盟会を結成し、文部省、厚生省に対し活発な陳情運動を行った。また、県下で強大な権力を持っていた有力者、ハットリキオ山形新聞社社長が、旧地の中であった、田中閣営自民党幹事長に直接混成もするなど、他方面から設置に尽力を重ね、1971年6月、 協議会において山形大学医学部の設置推進が決定。翌年の山形大学医学部創設準備室設置を経て、1973年に国立学校設置法の一部を改正する法律の交付、施行により山形大学医学部が設置された。同年11月5日に第1回の医学部入学式が行われている。学部の規模は基礎講座14。 臨床講座16の合計30講座で、教授、助教授は各30人とされた。学生定員は、はじめ80人の計画であったが100人に変更されている。当初医学部の建設地は、山形市桜田地区としていたが、座王飯田地区に変更し建設された。桜田の建設予定地には、山形厚生年金休暇センター、現、 ヒルズサンピア山形の他住宅地が整備されている。1976年に山形大学医学部付属病院が設置。同年10月25日より医学部付属病院の診療が開始され、同年11月8日に入院患者の受け入れも開始された。1979年には医学部学生入学定員の増加が行われ、20名増の 計120名となった。また、山形大学大学院医学研究科、博士課程も設置された。1983年には、付属実験実習機器センターが設置された。1987年には、坪井正像の研究が認められ、順造で、分子病対学講座が設置された。1988年に、当時の国策により、医学部定員が100名となった。 1993年には医学部看護学科が設置された。1997年に大学院の名称が山形大学大学院医学系研究科に変更されるとともに山形大学大学院医学系研究科に看護学専攻、修士課程が設置され、2004年には工学系、人文社会系を包摂し、現代の幅広い医療に対応する。 大学院独立専攻が新たに設置され、2007年には看護学専攻に後期課程が設けられた。2008年に医学部の入学定員が110名となった。グローバル仕様医の研究で培われた基盤を生かし、ゲノム広報と研究を継続、推進し、さらには臨床医学、予防医学に応用可能な医学研究推進を目的として、 2013年4月に設置、次の研究推進部門が設けられている。ゲノム個法と研究は、2015年11月に、研究協力者数が目標であった2万人を突破し、追跡調査や二次調査を行う計画となっている。また、基礎系と臨床系の研究者が、一堂に参加する医学部研究推進カンファレンスを定期開催し、 基礎研究からのシーズとその臨床応用のためのトランスレーショナルリサーチを推進している。さらに、医学部の教職員の教育研究に関わる技術支援を目的に研究推進部門と一体となった運営を行う付属研究施設として次の8センターを有している。これらのセンターは、それまで医学部内に設置されていた4つの付属教育研究支援施設を スクラップビルドするとともに、新たな研究支援機能が付与された組織である。2015年3月、ガン治療薬の創薬開発などトランスレーショナル、リサーチと分子疫学研究を推進するために設置された。国立大学発となる研究施設が病院と直結する形で建設されている。2004年に設置。 全国の地方自治体と関係機関と連携して医師の生涯教育支援と医師や看護師のリフレッシュ、再教育支援を行っている。具体的には専門医として長年勤務した医師や基礎医学、社会医学を専門としてきた医師に対して総合診療を研修する場を提供し、地域医療を担うジェネラルフィジシャンとして活躍するための支援を行っている。また、合わせて 出産や子育て、介護を終えた女性医師や看護師の復職支援を行っている。研究面では、文部科学省の科学研究費補助金の採択率は20%を超えており、厚生労働省の厚生科学研究費も東北、北海道で唯一の癌研究の研究課題も採択されている。そして、2003年に文部科学省の21世紀、 COE プログラムとして地域特性を生かした分子疫学研究研究代表者川田澄夫が採択された。2008年には21世紀プログラムに引き続いて分子疫学の国際教育研究ネットワークの構築研究代表者加山隆正がグローバル COE プログラムに採択された。教育面では2003年10月に かやまたかまさが医学部長に就任して、以降、学力重視、地元枠否定の入試を行うとともに、授業改革が実施され、2007年には、医師国家試験合格率が、国立大学で全国一位となった。また、学生の時から指導者とともに、治療や診断チームに加わるクリニカルクラークシップを行っており、2008年には、スチューデントドクター制を導入している。 さらに2007年度からベテランの専門医が自分の専門外のよくある病気をもう一度履修し一般医として地域医療に貢献するメディカルスタッフリフレッシュ推進事業を全国に先けて始めるなど地域の医療機関との共同による医師の生涯教育キャリア形成のサポートにも取り組んでいる山形大学医学部は2004年以降 がんに関する診療、教育、研究を充実させる様々な取り組みを行っている。まずは大幅な機構改革により、2004年にがんの基礎研究講座、主要分子医科学座を設置し、2006年には放射線、腫瘍学講座を設置、2007年には抗がん剤治療を専門的に扱う臨床腫瘍学講座を立ち上げ、 全国大学医学部初の主要機関3講座設置となった。さらに大学病院としては初となるがんセンターを2005年に設置し、2007年には関連診療科が全集合してがん治療方針の検討会議を行うキャンサートリートメントボードを開始している。2007年から文部科学省のがんプロフェッショナル養成プランが採択され、さらに 2008年からは、全国で唯一、文部科学省のがん EBM、人材育成普及推進事業が採択されており、科学的根拠に基づく、がん医療の普及に貢献できる、がん専門医を育成するとともに、東北全域を対象に、インターネット講義を行い、東北全体のがん医療のレベルアップを目指している。さらに、2012年4月には、 かねてより導入を目指していた重粒子線癌治療施設の設置準備室を開設。国立癌研究センター所代理事長を退任し、山大に復帰し、準備室長に就任した加山隆正は、世界一の治療技術を備え、国際的なメディカルセンターにする狙いだ。癌に苦しむ患者を国内外から集めるほか、教育の質を高め、優秀な医師を輩出する大学の使命を果たす。 施設導入は患者のためであり大学の存在意義にもつながる。高度な技術を持つ産業界も巻き込み地域活性化の戦場で構想を進めたいとしている。また、学長の結城明を当時は最短で2、3年後には設置できるとの見通しを明らかにしている。重粒子洗顔治療施設は2016年1月着工し2019年10月の治療開始を 目指している。施設整備費は総額150億円を見込む。看護学科では、付属病院との人事交流を進めており、学科の教員が臨床現場に出る一方で、病院の看護師が学部教育に当たるといった形で、臨床地に根ざした実践的な看護教育に取り組んでいる。さらに、学内試験に合格した学生を、 スチューデントナースに認定することでモチベーションを高めた病院実習を行っている2011年度の保健師、看護師の国家試験では全員がダブル合格している全国で大阪大学医学部保健学科と合わせて2校のみ楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください